長野市や千曲市などで運行している長電バスの八代須坂線が8月から減便されます。運転手不足や利用者減少の影響です。運転手の確保が進まない中、長電バスは1月から八代須坂線を含む11路線合わせて182本で日曜日の運行を休止しています。八代須坂線は平日と土曜、祝日、休日が同じ便数で、他の路線と比べ必要な運転手の数が多く、運行の見直しをせざるを得ない状況だということです。現在は八代行きが17便、須坂行きが19便ですが、8月から平日はそれぞれ15便に、また土曜、祝日、休日はともに12便になります。運休している日曜日については、運転手不足が解消次第再開する方針です。